いやでも普通に行けばいいかな。ああなるほど、もう魔界に来てるよってことか。外に出れば、王女の魔界初級。ああ普通に敵なのねなるほどね。あでもガイコたち仲間にしたいな。一回スカウトやってみるか。全然ダメだわ。 12% だって無理じゃん。 10% とかいけたわいけたわ。骨でどうしよう。骸骨味方に入れたいな。スライムと変えるか、さすがに。スライムと鬼は取り替えて、こうでいっか。仲間にできた。敵強いのかな。ちょっと戦ってみよっか。さっきまでよりだいぶ強くなってそうだしね。スカウトしてすぎてレベル上がってないからな。痛いな。経験値めっちゃ多い。
ちょっとレベル上げつつかな、これは。テールイーター欲しい。見た目めっちゃ可愛いやん。上げてからの方がいいかな。仲間にするの。強いな。上がるね。一旦技を覚えないときつくない？あれ？こっちか。よしよし。久しぶり見たな。リップス。ね。命大事なもんまい。毒どうにかして直せんかな。そろそろ結構いけるようになった。いや、こんなことないな。あ、怒りダメージでかー。あ、相手がバースト状態になった。いたどうやって行くの？こっち側も行ってみていい？
だいぶレベル上がったね。危ねえ、避けた先にもいたわ。力の種手に入れたね。奥の方まで行ってだね。おいおいおい、仲間にしたいけどまだ敵が強くて無理だな。レベル全員9ぐらいまで来たけどこれじゃ無理かな、弱いかな。支配者を倒せば流しで渡るにゃよ。ただしこのエリアならエクサアリーナの G クラスで優勝すれば名が上がるにゃ。優勝すれば豪華な賞品も手に入るし、決まって出場してくるといいにゃ。つまり G クラスで優勝すればこのエリアの魔物が仲間になりやすくなるみたいですね。まずは中でお話を聞いてみましょう。なるほどね。よいしょ。OK、行こう。よう。ああ、よく来たな。ここがかの有名なエクターアリーナの受付だ。お前は新人のモンスターマスターだな。選手登録をしてやろう。名前は何だ？何言いたくないって。ずーっと覆面マスターか。面白い。分かった。じゃあお前のバトルネームはマスター X だ。これで登録させてもらうぜ。バトルは3回戦だ。戦闘が終わると毎度体力が回復するから全力で戦って OK だぜ。よし、登録完了。早速出場するかって。出場するか。はい、します。さあさあ、このエクサアリーナ G クラスに新たな挑戦者がやってきやがったぜ。コネリーダー、突然に現れた正体不明のこの男、謎のベールに包まれた魔族マスター、一方対戦者は冷酷無比のアイシングモンスターグレンバロン。強そうなんか強そうなんやけど。いけるかな。
構ダメージ入ってんだよな。一人落としたのはでかいな。苗を命大事にしておいて、来ると大きかったね。よし、取る。まあ、よしよしよし。第1試合の勝者はマスター X だ。あいつは驚いた。予想外のダークホース登場に会場は沸いてるぜ。次なる相手は骨も残さぬ冥府の掃除人、ゾンビクラッシャードルスボーイ。それでは第2試合やっちまえ。よし、戦う。一回ずつ回復してくれるのもでかいわ。一回休み状態になっちゃった。きついかもしれんな。休み状態。これホイミで回復やろ。よし、ナイス。いやー、一旦ドルマ打てへんかったのきついけど、まあまあまあ、あー骸骨がやべ。よしよしよし。攻撃するってことはやれるんかな。よし、ナイス。よし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 、いい感じいい感じ。行くぜ、やっちまえ。
って勝てるかな。一発ずつは重いよな、あいつの方が。18くらってるもんね。倒しきれんかったのきついな。よし、1人目やった。意外と苗が強い。最初にもらった、おかげでなんとかなってるところ結構あるもん。よしよし、いけたー。おっと、Gクラスを勝ち抜いたのは謎のベールに包まれた魔族マスター X だぜ。お前ら、とびきりの祝福を送ってやれ。王城の魔界初級にトトの名が知れ渡った。このエリアのモンスターが仲間になりやすくなった。いいね、仲間になりやすくなったのかなり嬉しい。うおー、お前強いんだな。これは G クラス優勝の賞品だぜ。木のトラベライトを手に入れた。また挑戦してくれよな。俺様はお前を応援することにしたぜ。にゃーん、優勝おめでとうにゃ。これであなたの名前はこのエリアに知れ渡ったにゃ。前よりもずっとずーっと魔物が仲間になりやすくなるにゃよ。商品でもらった2つ目のトラベライト、これで新たな魔界に行けるようになりますね。光にゃ、新しい魔界にはここより強い魔物がいっぱいいるにゃ。早速塔に戻って次の魔界へと行ってみましょう。ひとまずは順調のようですな。しかし不王の玉座はまだまだ遠い。もっともっと強くなるのです。